はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ソウルバーナーです。さあ本日なんですが、皆さんバイオレットキマイラというモンスターご存知でしょうか。これロイヤル出たんだよね死んだ開封したらロイヤル出たらさ、それ使うしかないでしょ。めちゃくちゃかっこいいよね、見た目は。でね、まあ、性能なんだけど、まあ、あんまりその使われることはないというか、ガチサラマングレートデッキでは、まあ、ちょっと誰やねん系のモンスターにはなってるんですけども、昔は採用されてたような気がするけど、もう今そのエイジングフェニックスとか、まあ、強いねあのモンスターがいっぱいその実装された後ってやっぱこいつとかあんま使われないんですよね。これね、どういう、まあ、モンスターかと言いますと、サラマングレートモンスタープラス、リンクモンスターで、作れる融合モンスターがあってまして、で1,2,3 の効果あるんですけど、全部ね、あのね、バトルフェーズに関与した、まあ要は戦闘強みたいな効果を持ってるんですよ。だから制圧とかはしません、特に。ぶん殴る、お前をぶん殴る、お前を殺すっていうモンスターです。1番目の効果、このカードが融合召喚した場合、ターン始動時まで融合サイトしたモンスターの元々の攻撃力を合計した数字の半分アップする。まあ、打点アップですね。で、2番目の効果、元々の攻撃力と異なる攻撃力を持つ、モンスターと戦闘を行うダメージ計算時、要は相手のモンスターを、例えばその、スピニーとかの効果、あとヒートライオンのテンステリンクした時の効果とかを使って打点をなんかその変動させておいて、でそいつとぶん殴るとき、このカードの攻撃力はダメージ計算時のみ倍になるという効果。そして、転生融合してる場合、バイオレットキバイラを素材として融合召喚した場合、要はこれを素材にこれ出した場合ですね、この場合、融合召喚したこのカードと戦闘のモンスターの打点をゼロにしますと。はい、まあ、要はですね、転生融合した上でこのモンスターの打点倍にする効果を使ったら、まあ、8000以上のダメージは入るからワンパンできるよねと。まあ、要はワンパンマンなんですね、このモンスター。で今日はね、この動きを全力でやっていきたいと思います。転生融合をそもそもするっていうマジハードル高い、ことをしないといけないんですけど、まあ、一応ね、あの展開力がめっちゃ合ってるんで、今サラマングレイト結構何でもできるんですよ。今回の、まあ、どういう風に転生融合していくかというと、まず一発目の転生融合はこの、プロ騎士 F マジシャン。転生融合じゃねえ、一発目の融合はこのプロ騎士 F マジシャンで融合します。これフィールド上のモンスターあの3にして融合できるっていう効果を持ってるんで、これを使って融合召喚し、そして2体目の、バイオテキマイラの融合召喚をこのフュージョンオブファイヤーっていう謎カード、これサラマングレートカードとしても扱えるんで、レイジングフェニックスとかで持ってこれるんですけど、これで融合します。はい、ちょっと動かし方はね、あのまあある程度複雑なので、ちょっと見ていただければなと思いますんで、早速この、バイオテキマイラのね、ワンパン力見せていきましょう。デュエルスタンバイ。まあ2ビル食らってくれるデッキだったら結構嬉しいな。マリンセス、おい、このデッキ2ビル食らうんじゃねえか俺このデッキ2ビルめっちゃ食らうんじゃねえか。2ビルの前に無効系妨害とか用意できねえよな、このデッキ。これはなんか、いや、まあちょっととりあえず展開見守りますか。とりあえず2ビルをね、あのぶち込まれるタイミングが来ることを祈って。いや、これいけるんちゃうか、これいけるんちゃうか。クリスタルハート、ここや、ここしかねえ。いやー、うおー、いや、これ縦の方がいいか、一応念のため。まあ、殴るかもしんないしな、バイオレットキマイラで1500。よしよしよし、いいぞいいぞしかもリンクモンスターしかなかったから守備力はゼロだ。よし、翡翠魚卵いいだろう。何、翡翠魚卵、翡翠マーメイルか、いいだろう。マーメイルガン刺さりした2ミリバカほど刺さった。ちょっと待って、エジルラーンのこれコストないですよね今ね。そうですよね、マリンセスウェーブサーチしたんで、ウェーブとエジルラーンだから今手札に何もないわ。来た、これはね、いや、妨害ないの確定してるから多分いけるぞ。レディーデバッカー召喚、効果で、サラマングレートウィーゼル持ってこさせてもらいまして、でまず一旦リンク召喚をさせてもらいましょう。さあ、あとは間違えないことを祈るばかりだな。で、バイオレットキマイラを転生融合しないといけないんでね、融合を2回しないといけないんで俺。でサラマングレートベイロリンクスの効果を発動するぜ。そしてサラマングレートサンクチュアリを持ってきて、コードオブソウルの効果を発動。リンクモンスターを存在するため手札から特殊召喚、そして、コードオブソウルの効果によって転生リンク召喚権を1回増やすことができるぜ。そして、ベイロリンクスを、2体目作って
そしてベイルリンクスとベイルリンクスでリンク召喚。うお、サラマングレートサンライトウルフ、ピョイ。そしてサンライトウルフが特殊召喚したとき、サラマングレートがウォーチャーいたため、サラマングレートガゼルの特殊召喚効果を発動。ガーゼルによってデッキからサラマングレートハートを1枚墓地に送ることができるぜ。そして、サラマングレートウィーゼルを特殊召喚。これはまだ発動しなくてもいい。そしてレベル3のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろ。サラマングレートミラージュスタリオ、サラマングレートミラージュスタリオのモンスター効果発動。このカードの効果によってデッキからサラマングレートモンスター1体を特殊召喚、守備表示で特殊召喚することができる。サラマングレートオンファイルの効果発動。サラマングレートこれは1回元祖ポプルスを手段に加えて差し物ぜ。そしてサラマングレートポプルスの効果を発動ポプルスを特殊召喚。そしてサラマングレートモンスター1体でリンク召喚現れよ。サラマングレートベイルリンクス、そしてベイルリンクスがリンク先に特殊召喚されたため、サラマングレートサンライトウルフの効果を発動し、サラマングレートガゼルを回収。そして、サラマングレートサンライトウルフ1体で転生リンク召喚現れよ。サラマングレートサンライトウルフ、サンライトウルフが転生リンクにしている場合の効果、自分の墓地からサラマングレート魔法トラップカードを1枚を手札に加えることができる。そして、サラマングレートサンライトウルフとサラマングレートミラージュスタリオおよびサラマングレートオブファイヤーをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れろ。サラマングレートレイジングフェイクス、さらにサラマングレートミラージュスタリオのモンスター効果、このカードの、効果によって、リンクスワイとしてこのカードが墓地に置かれた場合、相手フィールド上のカードを1枚を手札にバウンスすることができる。ヒュイ。そしてサラマングレートサンクチュアリを発動。レイジングフェニックス一体で転生リンク召喚現れよ。サラマングレートレイジングフェニックス、レイジングフェニックスのモンスター効果、転生リンクに、成功したため、デッキからサラマングレート魔法トラップカードを手札に加え、そしてウィーゼルの効果によって相手のフィールド上にサラマングレートリンクモンスターを送りつけることができるぜ。さあこの超強そうなサンライトウルフとかいうモンスターを間に合おう。あげます、これあげちゃう。そしてああいいね、スフュージョンオンファイア手札に加えさせてもらうぜ。そして炎属性を含むモンスターに対してリンク召喚現れよ。サラマングレートの使いヒーター、サラマングレートハートを発動。サラマングレートハートの効果により転生リンク成功したモンスターのリンクマーカーのマーカー分だけ自分の手札持ちからサラマングレート特殊召喚できる。うわやべえ、ちょっと待って、あれこれスピニー効果使わせた、ちょっとミスったわ。いや特殊召喚、特殊召喚、特殊召喚、大丈夫、スピニーは自分で帰ってこい。スピニーの効果、相手のサラマングレートサンライトウルフの攻撃力を500ポイントアップさせるぜ。そして自分の墓地から、サラマングレートスピニーを特殊召喚フリー。そして、効果モンスター2体でリンク召喚、こことこれ、うわっ現れよ。プロキシー F マジシャン急に誰、プロキシー F マジシャンの効果を発動。このモンスターは自分のフィールド上から融合素材を墓地に送ることにより融合召喚を行う。現れよ。一つの狂おしき魂のもと凶悪なる獣たちの武器を集めし肉体を誇る魔獣よ、融合召喚サラマングレートバイオレットキマイラ。さらにバイオレットキマイラの効果を発動。融合召喚に成功した場合、素材としたモンスターの元々の攻撃の半分だけ打点をアップ。さらにサラマングレートサークルを発動。サラマングレートモンスターを1枚手札に加えることができる。そしてマジックカードフュージョンオブファイヤーを発動。フュージョンオブファイヤーの効果により自分相手のフィールドまたは手札から融合素材を墓地の振り融合召喚を行うことができる。現れろ。一つの苦労式魂のもと凶悪なる獣たちの武器を集めし肉体を誇る魔獣よ、転生融合召喚現れよ。サラマングレートバイオレットキマイラ、融合召喚に成功した場合の効果を発動。打点をアップ、バトルフェイス。
このカードが転生リンクしている場合、攻撃が変動しているモンスターの攻撃力がゼロになり、そしてこいつの攻撃力はダメージ計算値のみ倍になる。うわー、バイオレットソウル対戦、ありがとうございました。バーニングワンキル、やっと決まった。ベイゴマックス3枚使えるサラマングレード結構強いねこれ OCG にない特権なんじゃない。マスターデュエル、なんかスピードロイドベイゴマックス3枚使えるんですよね。ランク3を、まあ、主軸というか、まあ、初動とするデッキにはめちゃくちゃ強くて、この動きやっぱそのミラージュをね、召喚剣を使わずに出せるっていうのがなかなか破格の性能なので、サラマングレードってね、ランク3を初動にできるので、ミラージュスタイルっていうやつがいるんですけど、そいつが初動できるんで、ベイゴマックスがね、まあ、非常に強い初動と、なってますね。まあ、準構築の方の構築では入れてなかったんですけども、こっちの、今回の方では一応採用したりしなかったり、ちょっと、動画レシピ紹介するときどうなるかっていうか分かんないけど、まあ、採用したりしなかったりしてるんですけど、まあ、採用したら下で強いですね、非常にね、強力。まあ、ちょっと誘発の枠がね、少なくなっちゃうので、まあ、ぶっちゃけなくても、まあ、回るっちゃ回るんですよ。あったら強いんだけど、っていうカードなんで、まあなくても別に回るし、まああったら楽しいですね。はい、まあそんな感じのカードになってます。まあ、とりあえず相手アルティメットホルス展開していますが、いや、まあ関係ない、ワンキルすれば、まあ多分転生融合召喚でワンキルすれば関係ないから、多分その打点とかはもうどうでもいい、なんならちょっと打点上げてて嬉しいな。ケベンセルフぶん殴ったらあれかな、ワンキル取れたりしないから、バイオロって決まるので、はい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 、まあ、死ぬほど、まあ、モンスター出てくるのまあいいわ。さあレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワーク構築、エクシーズ召喚ナンバーズ97ドラッグラビオン、やばいやばい、おいちょっと待って、なんかこの間なんかさ、昨日さ、なんかその撮影したらさ、なんかわけわからんさ、なんか意味不ワンキルされたんだよね。あ、ちげえわ、なんだこれ、カオスナンバーズ107ネオギャラクシーアイズタキオンドラゴン来た、やべえ、何これ、ガチでわからん、何がしたい、これ何する人、え、イニシエの呪文ラーヤン、やばくない、打点やば、え、またお前かよ、ちょ待ってくれよ、おいちょっと待てって、おいふざけんなよ、このゲーム亀ゲーじゃん、